ットちゃんの思い出。昔うちに来てもらった時、ピットちゃん梅干しを食べたいと言ったので出してあげた。で彼女は一口二口を食べて、とっても酸っぱいと言って、その梅干しを俺に、食べない、いらないよくくれました。人参とかよく丸かじりしてたやつも、もうちょっと残ってるところでいらないって、なんか弟分の俺によくいるものをくれて、ちっちゃい頃は本当に親分っていう感じの淡白な人だったんですけど、久しぶりに小学校の6年生の時にカナダに行った時に会った時はすごい綺麗になっていて、ドキドキしたのを覚えています。すごいすごい。名前ベタちゃんの覚える？少し？ベタちゃんとは、カナダに6歳の時に行った時に、一緒に隣のトトロを見たのを覚えてます。すごい綺麗なお姉さんがいるなっていうのしか覚えてないんですけど、本当に言われないと思い出せないくらい、でも大事な思い出だよね。本当にいろんなことがありすぎたと思われてね、短い期間で。そう、もう走り抜けてった感じがするよね、ピットちゃんがね。うちに来た時もそれ結構この忙しかったし、鎌ヶ谷で遊んでる時も忙しかったし、カナダに行った時も忙しかったし、なんか常にこうね走ってる感じ、それはあるわね。あんまり遊んだイメージとかないでしょ、年齢。いや、そうでもない。塀を登って、林を越えて、どこまで行ったの？お寺さんを駆けずり回って、ほら、言うた。車の多い通りを渡って、泥だらけになって。文化の前かい？もう本当に覚えてないしちゃいけど、でも、ついてくのがやっとだった。よく置いてかれてたよね。よく置いてかれて泣いてると、お前が泣いてるっていうのはまず珍しいけどな。でも大体ちゃんと待っててくれて、おてんばだけど優しい人もあるっていうね、不思議な。さっきのエミさんの話にもあったテープ、ええ、俺らももらったんだよね。そうか、カナダに。あ、そうか。あこの曲すごいいいなと思ってたんだけど、声かけらんなかったの。さっきドキドキしてたんで。で、ふみおさん捨てに聞いてもらったら、これ録音しといたよって渡してくれて、で、もう現地でウォークマンできて、聞いてたの。今もまだそのテープは持ってます。あ、そうなんだ。英語の曲、何の曲だかわかんないけど、いろいろ詰めて出してくれて、